こうして窃盗団は憲兵団によって摘発され、犠牲者一人出さず事件は収束を迎えた。訓練はそのまま中止になったが、報告書は提出することになり、正直に嘘偽りなく全てを報告した。質問をよろしいですか？なんだ？我々は立体機動装置を盗まれた時点で引き返すべきだったのでしょうか？それとも窃盗団を追ったことが正しかったのでしょうか？答える必要はない。ただ兵士以前に一人の人間として、俺ならば自分にとって困難である方の道を選ぶ。帰還することと犯人を追跡すること、お前にとってはどちらが困難だ、アルレルト？それは答えられなかった。ひょっとしたらあの校庭で起きた全ての出来事が僕たちに課せられた訓練だったのかもしれない。